どうも皆さんこんばんは。狼のチャンネルへようこそ。本日はオキシゲンノットインクルードをやっていきたいと思います。この怪しい部分についに本日手がつけられると思います。ここに何もなければ、まあここの鉄を取って撤退するぐらいかな。まあ一応こっちも見ていきたいけど、そうだな、ここ何もなかったら撤退だよな。厳しいな、それはそれで厳しい。鉄も全部きれいに取って帰ろうかな。でも何もない、もしやそんなことある。何なんだろうこの渦巻き。何もない、なさそう。何も、本当に、あ、そう、ただの模様。そうなると石炭、いや石炭欲しいけど、ここまで取りに来てもな。いや掘ろうか、一応掘ろう、ここまで来たから下も掘ろう。で避けて避けて、ここを下にどんどん行こう。一応最終まで見に行かないとダメかな。まあ鉄は欲しいしね、掘っとく方がいいよね。ああ原油か、原油じゃなかったな、そうじゃなかったな。こっち行くしかないかな、右かな。ここからまあ鉄を取りつつ、まあここもう2列でいいのかな。足場いらないとこはいらないよね、別にはしごつける必要ないもんね。危ないところだけつけてあげて、また奥に奥に突き進むだけかな。ちょっとストレス少ないし、このまま無理やり回していきます。まあこの止まるまでがチャンスでしょう。あと10サイクル、いや酸素もそろそろ考えないといけないな。と上に運ぶ計算をしないといけないかもしれない。もうここ酸素しかないでしょほとんど。いやまだあるか、あでも酸素だけだね。それだったら、もう余ってるって感じか。足りなくなってから伸ばしてもいいけど、一応ここ止めちゃうかな。もうないでしょ炭素以外は。ないね、来ないね。早めに止めちゃおうか。これで鉄はちょっと潤うかな。潤ってる潤ってる。鉄を潤わして、まあ、ここは何もないよね。原油こっちにあって。不明。ああ、何もなさそう。こっち探した方が早いかな。
多分そんなワンピンポイントで何もないでしょう。なかなか忙しそうだね。ああ、食料食料。ここを8にして。一人食料送ってあげないと大変なこと。換気レイヤー。ああ、酸素が。そうなるよね。まあこれでもさ、これだけ酸素あるっていうのは嬉しいことだよね。この純粋にたくさんある酸素を、どうしようかな。もう酸素しか来ないんだったらこれ壊しちゃってもいいんだよね。これ解体してあげて、で純粋に酸素を送ってあげて、さらにここから他の部屋に酸素を送る準備を始めてもいいと思う。問題ないでしょこれで。あとは下だね。こっちに何があるかだな。いや電力がないから食料がちょっと困るね。これで乗り切れるのか。酸素だけはでも乗り切れると思うんだよな。ただ永遠に吸い続けるんだけど。上に行ってくれないのが気になるな。あ、なんか誤りダメージが入ってる。何これ緑のやつ。なんだろうこれ、塩素。ちょっと待って、これチェックします。これ何ですか。いや二酸化炭素じゃないはず。酸素、これなんだろう。あ、塩素か。やっぱり色的に塩素っぽいもんね。誤りダメージ良くなかったかな。これなんで塩素そんなに出るんだろう。何が塩素を発生させてるの逆に。ちょっと待って、一応解決しよう問題は。あ、漂白石の問題。あー、でも1個だけでしょそれ出すのって。もう早めに片付けた方がいいよね。開けるのちょっともったいないけど。そしてー、いやー何もないのかな。何もない。こっちわー、なしはなしで厳しいな。漂白石しまうところあるよね。だってどこかにあったはずなんだよな。ここ?あ、あるある。ここに入れてあげればいいだけなんだけどな。優先度随分低いな。
原油ね、原油あっても仕方ないんだよな今。もちろん使うのかな、しかも全然理解できない。ないね、外れだね。さて、あと行ける方向は右上。はいはい、右上探せるところが、あとは左下、左下、まあ行った方がいいだろうな。スーツがないんだよね、左ね。スーツがないのは厳しいな。この辺から直通で掘っていってもいいけど、どこから掘るのがベストだ？あ、これ怪しくない？これってさ、これは1,2,3,4マスでしょ。これの土台でしょ、どう考えても。え、1,2,3、え、何かある、ここに。え、他にもある、もしかしてこの土台。あ、1,2,3、え、何かあるんだけど、これ。え、ちょっと待って、そうなると全然話は変わってくる。え、よく探そう。多分これを目安にしていけばいいのか。ないな、あそこ偶然あっただけか。まあ、なんかあるのかもしれないけど、他にはなかった。別に見落としてたわけではない。鉄マンガンは冬のところにあるんだ。まあ見落としてないね、別に。そっか、左だったか。え、これも怪しくない？ 1,2,3,4 ん？ 1,2,3、 え、ある、何かある、これと思う。え、どこから掘ろう、これ。原油溜まりとぶつけたくないな。なんかいいやつだったら困るし。え、でもとんでもない。え、どんなやつがあるの？間欠泉、火山はまずいね。火山一番まずいね。これ何に使うのか意味不明だし。火山出たら多分即死だろうな。火山以外だったらでも当たりだな。ここ怪しいな、すごい怪しい。はい、次回ちょっとこの4マスのところを掘ってみたいと思います。ちょっと希望が出てきたかもしれません。それでは本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オカミでした。アディオスアミゴス、またね。